県政フラッシュの時間です。ジェンダー平等へ人々の意識を高める記念講演が奈良市にある県女性センターで開かれました。講演会は内閣府が設定し6月23日に始まった男女共同参画週間の催しの一つとして開かれたもので、およそ30人が参加しました。テーマは21世紀日本社会の最重要課題、男女共同参画の発展に向けてで、京都産業大学現代社会学部の客員教授でジェンダー論を専門とする伊藤公夫さんが講師を務めました。伊藤さんは少子高齢化社会へ対応するには男女が共に支える社会に転換することが必要ですと話しました。そして女性の参画は経済や社会の活性化にもつながりますなどと呼びかけ、参加者の共感を集めていました。また県女性センターの玄関ホールにはジェンダー平等や男女共同参画などをテーマにしたパネルが展示されました。伝統的話芸、落語を楽しむ図書館寄せ、噺家の運転が県立図書情報館で開かれました。噺家の運転は奈良市出身の落語家桂文禄さんがプロデュースするもので68回目となります。初めに登場したのは露野瑞穂さん。物を食べるシーンの多いチルトテチンを演じ、豊かな表情で会場を沸かせました。そして桂文禄さんは新作落語を披露。爽やか警備保障は即身仏を集めた展示で、警備員が仏の指を折ってしまう話です。なんかこうほんまにあんた言うように手を踏めて、ああ中指折れた。観客らは落語家の洒落た話を聞いて大いに笑い、鬱陶しい対を吹き飛ばしていました。ではお知らせです。看護職を志望する中高生や社会人などを対象に県内の看護学校などの進学ガイダンスを開催します。県では医師や看護師の確保に向けてさまざまな取り組みを行っています。7月23日午前10時からは4年ぶりとなる看護学校進学ガイダンスを大和高田市の県産業会館で開きます。対象は看護職を志望する中学生、高校生、社会人、そして進路指導担当者などです。ガイダンスでは県内の看護学校15校の担当者から学校の特色や進路情報などを聞くことができる個別相談を行います。参加は無料で事前申し込み制です。希望する看護学校と時間帯を電話で予約してください。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。森林管理に携わる県職員、奈良県フォレスターの認知度向上のためシンボルマークを募集します。奈良県フォレスターとは県内市町村の森林・林業行政を担う専門の公務員で、現在は7人が森林管理に携わっています。募集するのは奈良県フォレスターの職業や職務のイメージを簡潔に表現したシンボルマークです。プロ・アマ年齢問わず応募が可能で、募集期間は7月31日までです。指定の応募用紙または A4 サイズの用紙にデザインと必要事項を記入の上、奈良県森と人の共生推進課まで郵送または持参するか、電子申請システムいいことならから応募してください。作品は9月末までに選考委員会で審査を行い、最優秀作品1点、優秀作品3点を決定します。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。